愛してるよ my love my love。 やっぱね、同じ繰り返しの表現っていうのは違うわけよ。愛してるよ。はい、皆さんおはようございます、白沢です。イエイ。本日は谷祐樹さんの my love my love、 なんか盛り上げちゃってる my love、 リアクション動画を撮っていきたいと思います。私はボイストレーナーをしてます、お白と申します。イエイイエーイ。はい、というわけで今回ファーストテイクのバージョンにリアクション取っていくんですけれども、このバージョンがね、ピアノが素敵なのと、一番最後のとこがね、めっちゃ切ない歌い方するの、これが大好きなんで、こっちのバージョンでいきたいと思います。ボイストレーナーがこのマイラという曲どうやって見るのか、どういう観点で分析するのか、どこが歌の魅力だと思うのか、そんなことが知りたい人はもうこういうか押しながらうーピニャンってやりながら最後まで見ててください。参ります。ねえねえねえ、柔らかいの、声が柔らかいんです。朝目覚めるとね、横に君がいて、見る中今つけ越しつなぐ手と手。このさ、手ちょっとフラットしてると分かりますか。フラットっていうのはちょっと音程が低いんですけど、つなぐ手と手じゃなくて、つなぐ手と手ちょっとね、下から入るの、クリンって聞いて、見る中今つけ越しつなぐ手と手で、ちょっと下、切ないね、これが。ごめんなさい。当たり前だよね。前だよね。のさ、だちょっと力強いの分かりますか？当たり前だよね。だけどそんな日々なくさないように抱き寄せるそばに。にーもさ、最後ちょっとこう、ちょっと落ちてるの分かんない。そばにーじゃなくて、そばにーにー、ちょっと、こんな落ちないんだ。ちょっと待って、もう一回聞いて。最後のに。もうね、しまで落ちてないんですけど、どーんにー、なんかこの間ぐらいに行くの。こういうとこ。悲しい、本当に。やだ。君を形作るものは全て愛したいと思う。デレレレレデデレデレレデデレデレデレデデレ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 、下のドアでいきます。ちょっとね、女性陣はもう歌えないかも、ここが低すぎて。切ないわ。なんかさ、2019年はさ、マジハイトーンうわーって感じだったんですけど、今年さ、結構このなんか低音イケボみたいな人たち増えてきてませんか。嬉しいわ、マジで。ハイトーンしんどいね、マジで。もう解説とかもしんどいしさ、ノリツォ本当に嬉しい。する世界の続きを見たいと思ったんだ。愛してるよ my love my love。 ここのフレーズめっちゃ言いたいことあってさ、まずさ、愛してるよの、あの頃は、あじゃなくて、愛してるよ、愛してるって言ってたのね。これなんでかっていうと、ちょっとわかんないけど、さ、朝目覚めるとね、横に君がいて、長い目まつげってさ、まあ、あとシングルベッドだから、シングルベッドで君と多分マイラと二人でいるからさ、そんな、愛して、あじゃないわけ。愛してるよってさ、ベッドの距離感なわけ。まつげ見えちゃうぐらいの距離感だからさ、だから愛してるよなんで、マイラって二回言うじゃん。で、これ一回目と二回目違って、マイラー。で、一回目はさ、息が吐くの、マイラー。はーってため息みたいなんだけど、二回目は、マイラーって割とポンって切れるので、ちょっと歌い方の違い聞いてみて。愛してるよ、マイラー。マイラー。歌の中で、マイラー。マイラー。ほんま、マイラー。ブッ、マイラブ。2回目はね、クイって切るところに、1回、やっぱね、同じ繰り返しの表現っていうのは違うわけよ。褒めてる気持ちが、マイラブ、マイラブじゃなくて、マイラブ、マイラブ、みたいな、ちょっとわかんないけど、なんかここさ、褒めてるものが違うんだ、きっと、谷さんが。ちょっとわからんけど、本人に聞かないと、あ、教えてください。わかった？で、この一回区切れるのが多分ポイントなの、ちょっと聞いて。もう気づいてるんだ。ライアーっていうのは嘘つきってことね。もう気づいてるんだよ。もう気づいてるの、ビームルでさ、君の形作るものを全て愛したいと思ったとかって言ってるんだけどさ、もう気づいてるの、ライアーゲームってあったじゃん、嘘つきって意味ね。マイラはね、マイラはライアーなわけ。わかるよ、これだから、マイラ、マイラブ、クライアー、ライアーって全部さ、あとナイヤーとかさ、
るんだとかさ、こんなちょっと五声のさ、韻を踏むって言うんですけど、ヒップホップだけじゃないわけ、韻を踏むのは。これさ、ポップスの中でもこう、韻を踏んで、なんとなく耳に残るように、こうね、作り手でもね、考えてらっしゃるんですけど、本当に、本当にライアー、悲しいね。マイラはライアーなのって。で、もう少しだけ、このままでいさせて。で、これさ、タミさんはさ、息を吸わなきゃいけないほど肺活量がないとかそういう話じゃなくて、ここはさ、なんかもうちょっと過呼吸みたいになってるわけ。このままいさせ、一回一回息を吸ってるじゃん。こういうところなの、いい曲って、いい曲でいいシンガーってのはこういうところなんです、本当に。だからみんなさ、本当はピエンってなるわけ、聞いてて。次行こう。そしてピアノが素敵。手と手、これさ、指と指っていう歌詞で表示されるんですけど、結婚指輪、じゃあか、婚約指輪か知らんけどさ、指輪ですね。きっと光る指と指。ね。おしらさんさ、最近さ、なんか指輪してないですね。別れたんですかってめっちゃ聞かれるんですけど、ね、おしらさんね、なくしたの指輪。めっちゃ怒られた。指輪なくしたって言ったら、無理、指輪ヘロ起こしそうってめっちゃ切れられちゃった、本当に。なんか別になんもないんですけど、指輪なくしました。なんか買わされそう。給料の3ヶ月分でしょ、早く買えねえよって言われて今でめっちゃ脅されてるの悲しいピン。次行こう。そう思いたいけどね、弾き合うようにすれ違う二人すぐそばにいるのに。じゃあ行こうか。君が紡ぎ出すことを忘れて信じたいと思った。もうさ、信じたいと思ってる時点で疑ってるってことじゃありませんか。どうですか、人生の先輩方、そう思いません？結婚生活かどうかわかんないけどね。なれないよ、だってもうライアーって言ってんじゃん。ライアーって言ってんじゃん、なれないんだよ。愛してるよ、マイラー、マイラー、腕の中でマイラー、マイラー、指の中でダイバー、ダイバー、まだ冷めないで。これさ、コメント欄で、コメント欄見ながらさ、ちょっとね、書いてる人がいたんですけど、一番目がさ、覚めないでってさ、覚えるの方の覚める、なんか夢から覚めて、あ、もう本当になんか私はシンデレラじゃないの、なんだっけ、白雪姫か。白雪姫ですかってさ、覚める。で、今度がさ、この、私への愛が、マイラブが覚めないでの方の覚めないになってるわけじゃん。なんかこういうところに気づく人って本当にすごいよね。HSP なんじゃないですか？ HSP なんじゃないですか？愛してるの、マイラブ、マイラブ。てー、あ、ちょっと音外した。てー、やっぱさ、原曲と違ってさ、もう声一本でやってるからさ、声が原曲はいっぱい声が重なってるじゃないですか。下の音程とか上の音程とかなんですけど、やっぱね、この声一本でね、てーれれれって言うのかっこいいの。あ、そうだからさ、この裏声とかもさ、ピアノ一本だからこそさ入るわけ。裏声ってさ、やっぱさ、普通にさ楽器全部いると負けちゃうから、基本的には。なんかもうちょっと止めて、ごめんね、もう一回行こう。このままいさせて、幸せだった日々も、この裏声が重ね合う肌のぬくもりも、最初からなかったかのように。肌のぬくもり、おしらさんの肌のぬくもりで、これさ、おしらさんの肌のぬくもりとか言ってる場合じゃなくて、なかったかのようにとさ、肌肌ってさ、バンっていうアクセントつけた時にさ、なかったかのように、今度は裏声で抜くわけ。もう本当になんかこうやって手の上で踊らされてる、こんなさすごいですね、本当に。疲れたよ、マイラマイラ、腕の中でマイラ、もう届いてない。待って、もうちょっと待って、もう届いてないから、もうやばくない、もう一回言って。My love, my love, もう届いてない。もう、ちっちゃいつで M の音が長いの、もう届いてじゃなくて、もうちょっと極端にやると、もうで M の音が長い、もう届いてないか。でも結構。My love, もう届いてないか。今僕を残して。
愛してるよマイラマイラ、ぼやけて見えないな、クライヤー、ぼやけて見えないのさ、クライヤーって言ったらきっと泣いてるわけよ。わかるよね、視界がもうだって前が見えませんってなってるわけ。あ、本当に君なのか、前も未来も見えませんって。もう一度だけもらって、愛してるよマイラ。魔法使いですか？パチンって言ったら転調するんですか？これさ、今までさ、ねね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 、my love っていうキーだったのが、このね、タニさんがパチンってやると多分ね、こう転調して、my love my love っていう風に一個ね、一個高くなるの。愛してるよ。待って、今のずっとさ、あのマイラの1回目息を吐くって言ってるじゃないですか。ここの息の吐き方もうこんなになってこんなになってるの聞いて、愛してるよマイラマイラマイラ、ふふふ、見えないな、フライヤーも気づいてるんだ、フライヤーも少しだけのまいさせて。もう一回聞こう。このアレンジさ、原曲ないじゃん。ライヤーライヤーライヤー、このライヤーはさ B フラットなわけで、下さ C まで使うからさ、 C3 まで使うからさ、もうほぼ2オクターブ。あ、待って、この後裏声いくんだね。はい、2オクターブ超えです。本当になんかさ、マイラーさちょっと歌いやすそうじゃん。歌いやすそうなんですけど、このファーストテイク版のアレンジすると下から上までで、ね、2オクターブちょっとかかるので、本当にいきなり難易度が爆上がります。アレンジじゃないってわけで、なんか久々だったファーストテイクのリアクション動画どんどん、なんか最近リアクション持ってなかった気がする。私何したんだろうね、7月ね、7月何したんだろうちょっとわかんないわ。はい、というわけでありがとうございました。カラオケで歌うもよし、お城さんみたいになんか一緒にハモって遊ぶもよし、歌詞聞いてなんか鼻炎して泣くのもよし、皆さんいろんな楽しみ方をぜひしたらいいんじゃないかなと思います。はい、 SNS のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。マイラマイラ概要欄にリンク貼っておきます、もちろん。はい、というわけでありがとうございました。あめよー、8月よ、頑張ろうね。お城さん誕生日の8月3日祝って、バイバイ。